俺が平和を守るんだ。面を貸せ、稽古をつけてやる。父さんと稽古するのはあの時以来ですね。昔のことなどいちいち覚えていられるか。父さん、俺は忘れていませんよ。精神と時の部屋で父さんと過ごした1年。ファイナルフラッシュ。さあ父さん、遠慮はいりません。スーパーサイヤ人3で来てください。何がおかしいんです？行くぞ。その姿は、スーパーサイヤ人ブルー。間違いない。父さんと悟空さんはこの青い木を、人を超えた神の木をまとうことで破壊すると渡り合ってきたんだ。父さんはまだ全力を見せていない。俺との力の差は歴然だ。スーパーサイヤ人ブルーが、父さんと悟空さんがいればブラックは倒せる。俺が強くなる必要なんてなかったんだ。バカ野郎。何を笑っていやがる。ブラックを倒す、それが貴様のゴールなのか。その先を見ろ。まだ見ぬ敵を、宇宙最強を。お前が誇り高きサイヤ人の血を引く者ならば、俺の息子ならば、誰にも負けることは許さん。俺、超えてみせます。ブラックも、父さんも。次はお前たちの番だ。じっくり始末してやろう。トランクス。ブラックは俺がやります。なんだと。貴様には無理だ。やってみせます。たとえ差し違えてでも。トランクス、お前は罪人だ。罪人。お前は心臓の病で死ぬはずだった孫悟空を救ったの。奴が歴史通り死んでいれば、俺はこの肉体を求めることもなかった。
だが、お前のために歴史が狂い、歪んでしまった。この世界を作ったのは、お前なのだ、トランクス！ファイナル、フラッシュ！ファイナルフラッシュ！ファイナルフラッシュ！この事態はトランクス。お前が、お前たち人間のタイムマシンなどというおごりが招いたものに他ならない。トランクス、お前の愚かな選択が私の正義に火をつけ、人間ゼロ計画へと走らせた。よって地球人は、お前が殺したも同然。俺はみんなを助けたかっただけだ。行くぞみんな。ここか。行くぞみんな。父さんは悟空さんを連れて過去へ。そして奴らを倒す方法を突き止めてください。バカ野郎、お前一人置いて帰れるか。未来を守るにゃそれしかねえ。カカロット、皆さん、貴様らの相手はこの俺だ。こちらだ。こちらだ。孫悟空たちを逃がしてしまったか。共に正義を。創生の始まりだ。父さん、悟空さん。まだ死にたい奴がいたか。トランクス、父さん、貴様だけは許さん。俺が相手だ、ザマス。罪人が永遠に自らの過ちに気づかぬ愚かな生命体が。
あの…ファイナルフラッシュ。みんなの力を貸してくれ。断罪してやる。その命をもって償え。終わりだ。俺は諦めない。新しい世界を作るのはお前じゃない。俺たち人間だ。その傲慢が過ちなのだ。わからぬか。神の手で殺されるなど光栄なことだな。終わりだ。非力な人間が滅びを甘んじて受け入れぬそのしぶとさだけは褒めてやろう。俺の力よ、この世界の人間の盾になる。みんなの願いをこの一撃に込める。ギャリック砲。お前の負けだ。俺は諦めない。絶対に。その通りだ、トランクス。どうぞ。ザマス、サイヤ人の人間の底力を侮るなよ。くらえ、ギャリック砲。人間がいくら集まろうとも我が光には勝てぬ。トラッツ、力を出し切れ。はい。はー、これが人間の力だ。人間どもめ、消えろ。トランクス。いやー、父さん。また来た。不死身だ。さあ、次は誰に助けを求める？過去か？未来か？そうやって神の正義に背き続けるのか？貴様ら人間はその世は左右に！
俺は自分の弱さを恥も悔いもしない。俺はみんなを助けるために戦い、みんなに助けられて生き延びてきた。それが俺だ。助け合って生きる、それが俺たち人間だ。人間風情だ。いつまで神に逆らうつもりだ。俺は絶対に貴様には負けない。ザバース。みんなの力を貸してくれ。タッチ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 。終わりだ。よっしゃ。なんだ？これはこの星に生きるみんなの木の光だ。感じる。みんなの力を俺に貸してくれ。人間の力がいくら集まろうと神にかなうものか。行くぞみんな、ザマスを倒す。人間風情や。神も人間もない。自分以外を信じないお前に俺は負けない。なんだこの力は。たくさんの気が混ざり合い我をえぐらわ。自分一人の正義に浸るお前に俺たちの生きる思いを潰させるものか。まさか、こんな。せっかくならもう少しここにいたらどう？何を言うブルマ。だって寂しいじゃない。それにベジータ、あんただってトランクスとまだ修行したいんじゃないの？
母さん。気持ちは嬉しい。それに父さんと修行をすればきっともっと強くなれる。やらなければいけないんだ。俺が。次はお前たちの番だ。じっくり始末してやろう。トランクス。ブラックは俺がやります。なんだと。貴様には無理だ。やってみせます。たとえ差し違えてでも。トランクス、お前は罪人だ。罪人？お前は心臓の病で死ぬはずだった孫悟空を救ったね。やつが歴史通り死んでいれば、俺はこの肉体を求めることもなかった。だが、お前のために歴史が来る。歪んでしまった。この世界を作ったのはお前なのだ、トランクス。さあファイナルフラッシュ。俺の力よ、この場で。この事態はトランクス、お前が、お前たち人間のタイムマシンなどというおごりが招いたものに他ならない。トランクス、お前の愚かな選択が私の正義に火をつけ、人間ゼロ計画へと走らせた。だって地球人、お前が殺したも同然。俺はみんなを助けたかっただけだ。行くぞ。さあ、幕引きと行こうか。あったか。甘い。終わりだ。この世界の盾になれ。今です、父さん。悟空さんを連れてタイムマシンへ行きましょう。
度は逃がさんぞトランクス。ここでお前という命を終わらせる。ザマスは攻撃を受けた後、不死身ゆえの余裕から油断が生まれる。その隙にマフーバを決めてみせる。行くぞみんな。お前にはこれで十分。終わりだ。お前にはこれで十分。ファイナルフラッシュ。終わりだ。学習しないな、トランクス。何度やっても無駄だとわからんか。撃たれるたび不死身であることの喜びに満ち溢れる。隙を見せたな、ザマス。何？くらえ！マフーバー！なんだこの技は！見たかザマス、これが俺たち人間の力だ。人間の力だと、人間風情が神に力を語るな。俺たち人間を、人間を舐めるな。やった、ザマスを封印したんだ。トランクスだと？バカな。不死身のザマスを貴様ごときが倒したというのか？倒すことはできなくとも封印することはできる。封印だと？よくやった、トランクス。どうやら貴様の野望も終わりのようだな、ブラック。ザマスが封印されたから何だというのだ。この俺がいる限り人間ゼロ計画は終わることはない。時の指輪を使い次のザマスに会いに行けばいいだけだ。そうはさせない。ここでお前を倒し、お前たちの計画を止める。俺たち人間が！人間ごときが神の偉大なる計画を止めるなどと、その思い上がり正してくれる。思い上がっているのは貴様の方だ、ブラック。神だからといって隙
気に人を殺していいはずがない。今まで貴様に殺された者たちと、この世界に生きる人々の思い、その全てを俺がぶつけてやる。俺の力よ、この世界の盾になれ。俺の力よ、この世界の盾になれ。俺の邪魔をする人間たちへの怒り、この怒りこそがこの俺を強くする、この俺の人間どもへの絶望。何をしている、トラックス。父さん、貴様の怒りはそんなものか。やつの身勝手な怒りに負ける程度のものなのか。やつに奪われたものを思い出せ。貴様が奪われた平和への怒りは、母親の命を奪われた怒りは、その程度だというのか。俺の人間への怒りが、奴に、トランクスに負けるなど。やらなければいけないんだ、俺が。せっかくならもう少しここにいたらどう。何を言う、ブルマ。だって寂しいじゃない。それにベジータ、あんただってトランクスとまだ修行したいんじゃないの。母さん、気持ちは嬉しい。それに父さんと修行をすればきっともっと強くなれる。
父さん、しばらくの間俺に修行をつけてもらえませんか。何？俺は今よりももっと強くなりたいんです。自分の世界を守るために。覚悟はできているようだな。はい、どんな修行でもついていってみせます。ってことはトランクスがまだしばらくここにいるってことでいいのね。はい、迷惑でなければ。迷惑だなんてことはないわよ。ここはあんたの帰ってくる家でもあるんだから。母さん、ありがとう。俺は絶対もっと強くなってみせる。俺の覚悟を見せてやる。まずは俺が相手だ。修行で少しは強くなったところを見せてみろ。はい、父さん。ファイナルフラッシュ。どうした？ザマスやブラックと戦った時はこの程度の力ではなかったはずだ。自分の意志で怒りを爆発させてみせろ。己の限界を超えるパワーを引き出せ。はい、こっちだ。次は俺が行かせてもらおう。まさかコハンさんの師匠であるピッコロさんとこうして手合わせできるなんて。そういえば未来の世界のコハンはお前の師匠だったな。せっかくの機会だ。ご飯から教わった魔族の技を鍛え直してやろう。本家本元の魔族の技でな。最後は僕ですね。それにしてもすごく強くなってますね、トランクさん。僕は学業に集中していた間もずっと修行を続けていたんだ。いえ、俺なんかまだまだです。こんな機会めったにありません。全力のパワーでお願いします、ごはんさん。はい。すごいな、トランクさん。全然かなわないや。ここまでですね。負けました、トランクさん。いえ、戦っている時にゴハンさんの内から秘められたパワーを感じていましたよ。もしもその力を使われていたら正直どうなっていたか。いや、力を解放できていたとしても今のトランクさんに勝てていたかどうか。本当に強くなったんですね、トランクさん。ゴハンさん、俺は世界を。
何？クリリンをスカウトしに行ったのか？で、一チーム10人で力の大会で優勝したら、前みたいに何でも願いが叶うのか？はい、スーパードラゴンボールで。ゴハンさん、スーパードラゴンボールって。そういえば、トランクさんも知らないんでしたっけ？あ、いえ。スーパードラゴンボールは、通常のドラゴンボールと違い、願いの制限がないんです。文字通り、何でも願いが叶うんですよ。そうか。スーパードラゴンボールを使えば、未来の世界の父さんやゴハンさんたちも生き返るんじゃ。さっき見た光景を俺の世界で見ることだって、スーパードラゴンボールなら。父さん、作戦が。師匠の息子さんであっても情けはかけません。勝ち残るのは僕たち第六宇宙だ。生き残りをかけた全宇宙でのサバイバル。当然どこの宇宙も生き残るために必死だ。だが第七宇宙が生き残るために、俺の願いを叶えるためには、ファイナルフラッシュ。やっぱり師匠の息子なだけあって強い。それでも負けられない。サイヤ人の誇りにかけて。師匠、僕頑張ります。全力でお相手します。誰にも負けるわけにはいかないんだ。俺の力よ、この世界の盾になれ。ファイナルフラッシュ。ファイナルフラッシュ。ファイナルフラッシュ。どんな。俺の力よ、この世界の盾になれ。どこ見てる。絶対に負けない意地と誇り。この人もまたサイヤ人だったんだ。
するな。なんだ暴走でもしているのか。力だけが有り余っているというところか。貴様のようなデクロボーなどにカカロットはやらせん。奴を倒すのはこの俺だ。全力で行くぞ。行くぞ俺の力よ。この世界の盾になれ。ファイナルフラッシュ。決死とは。お前を倒す。ケール、お前すっげえパワー持ってんだな。第六宇宙のサイヤ人、とうとう三人目か。けどよ、あたしだって負けられねえよ。あんたの姉貴分として負けられねえよな。やっぱあんたらも強えな、第七宇宙のサイヤ人。貴様らも大したもんや。俺たちには劣るがな、さすがはサイヤ人だ。二人とも目の前の戦いだけに集中している。あたしらも上がっていこうぜ。ケール、こちらから行くぞ。おめえは大切な妹分、そして最高のマブダチだ。あたしら二人がガッチリ組んだら全宇宙で最強だ。そうだろ。はい、姉さん。なんだ、暴走が収まった。暴走が収まっただけじゃない、あそこからさらに気が高まるんだ。一緒に行くぞケール。私ら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。どんなにとんでもない力だとしても俺たちは負けない。サイヤ人の本当の力、貴様らに見せつけてやる。舐めてもらっちゃ困ります。許さない。ダーッ、ダーッ、ダーッ、ダーッ。これで終わりだ。完全に消えてしまえ。ファイナルフラッシュ。タッチ、セッチ、キュッ、ダッチ。全宇宙で最強は俺たちだ。おい、力の大会が終わったら修行して今よりも強くなってみせろ。その時にはもう一度再戦してやる。再戦って、力の大会で敗れた宇宙は消滅してしまうんですよ師匠。そんなもの、俺が優勝したらスーパードラゴンボールで貴様らを生き返らせてやる。師匠。お前はどうする、トランクス。え、優勝した後にどっちの願いを叶えるか勝負して決めてやってもいいんだぞ。いいんです父さん、俺の願いは他の宇宙を滅ぼしてまで叶える願いじゃない。だから父さんの願いがいいんです。
カカロットにできて、この俺にできのはずがない。あの地下、キャベたちとの約束を果たすためにも、貴様は、この俺が倒す。甘い。うわー！父さん！愚かなりサイヤ人。自らの部をわきま…何？身勝手の極意は神であっても容易に習得はできぬ技。そんな力をサイヤ人ごときが習得できるはずがない。何がサイヤ人同士の約束だ。笑わせるな。よき情などにとらわれ、余計なものは捨てきれない。弱い貴様らではな。バカにするな。家族を、みんなを、他の宇宙も守ろうとしていた父さんを、何も捨てずに戦おうとする父さんをバカにするな。何も捨てずに戦うだと。そのような甘い考えで生き残るために正義もプライドも捨てたこの私に勝てると思っているのか。勝つ。勝ってみせる。第七宇宙も他の宇宙も俺たちが優勝して救ってみせる。そこだ。許さない。これで終わりだ。完全に消えてしまえ。ケチらしてくれる、許さない。なめるなよ。こいつを喰らえ、ねえ、こいつを喰らえ、ねえ。許さない。これで終わりだ。完全に消えてしまえ。ファイナルフラッシュ。この世界の盾になれ。俺を救ってくれた父さんの言葉を嘘になんてさせるもんか。トッポが破壊のエネルギーを放出するにはための時間がいる。奴にためを使わせないほどの連続攻撃を決めれば勝機がある。だが無駄だ。破壊の力を持つ私にお前が勝つことはできん。これが余計なものを背負う貴様らと、全てを捨て破壊神の力を振るうと決めた私との差だ。破壊神、神の力か。ならなおさら負けるわけにはいかない。何？俺は今度こそ世界を守る。父を、母を、妹を消させやしない。トッポ、貴様に勝ってみせる。よく言ったトランクス。
うぞ。やつが余計なものといったものを背負うサイヤ人の強さ、見せてやるぞ。はい。ガリックホー破壊突破。終わりだ。トランクス、未来のみんなを生き返らせてって思ったんならいつでも相談してくれよな。スーパードラゴンボールならまた1年後集めればいいんだから。ありがとうございます。でも禅王様や破壊神の怒りを買って宇宙を消滅させられたら大変ですから。それに未来の世界で父さんや悟空さんがいなくても宇宙最強を目指して自分の力で世界を守りたいと思うんです。まったくベジータったら、いつまでもへそ曲げて。あいつ、力の大会で他の宇宙を救おうとしたことをトランクスがみんなに自慢したもんだから照れてんのよ。大丈夫です、母さん。俺はもう分かっていますから。父さんが俺たちのことをちゃんと見てくれているってこと。そっか。それじゃあ皆さん、お元気で。いつかまた必ず会いましょう。やらなければいけないんだ。俺が。せっかくなら、もう少しここにいたらどう？何を言う、ブルマ。だって寂しいじゃない。それにベジータ、あんただってトランクスとまだ修行したいんじゃないの？母さん、気持ちは嬉しい。それに父さんと修行をすれば、きっともっと強くなれる。父さん、しばらくの間俺に修行をつけてもらえませんか？何？俺は今よりももっと強くなりたいんです。自分の世界を守るために。
覚悟はできているようだな。はい、どんな修行でもついていってみせます。ってことはトランクスがまだしばらくここにいるってことでいいのね。はい、迷惑でなければ。迷惑だなんてことはないわよ。ここはあんたの帰ってくる家でもあるんだから。母さん、ありが…俺は絶対もっと強くなってみせる。俺の覚悟を見せてやる。まずは俺が相手だ。修行で少しは強くなったところを見せてみろ。はい、父さん。ファイナルフラッシュ。どうした？ザマスやブラックと戦った時はこの程度の力ではなかったはずだ。自分の意志で怒りを爆発させてみせろ。己の限界を超えるパワーを引き出せ。はい、こっちだ。次は俺が行かせてもらおう。まさかゴハンさんの師匠であるピッコロさんとこうして手合わせできるなんて。そういえば未来の世界のゴハンはお前の師匠だったな。せっかくの機会だ。ゴハンから教わった魔族の技を鍛え直してやろう。本家本元の魔族の技でな。最後は僕ですね。それにしてもすごく強くなってますね、トランクさん。僕は学業に集中していた間もずっと修行を続けていたんだ。いえ、俺なんかまだまだです。こんな機会めったにありません。全力のパワーでお願いします、ゴハンさん。はい。すごいな、トランクさん。全然かなわないや。ここまでですね。負けました、トランクさん。いえ、戦っている時にゴハンさんの内から秘められたパワーを感じていましたよ。もしもその力を使われていたら正直どうなっていたか。いや、力を解放できていたとしても今のトランクさんに勝てていたかどうか。本当に強くなったんですね、トランクさん。ゴハンさん、俺は世界を。何？クリリンをスカウトしに行ったのか？で、一チーム10人で力の大会で優勝したら、前みたいに何でも願いが叶うのか？はい、
スーパードラゴンボールで。ごはんさん、スーパードラゴンボールって。そういえば、トランクさんも知らないんでしたっけ。あ、いえ。スーパードラゴンボールは、通常のドラゴンボールと違い、願いの制限がないんです。文字通り、何でも願いが叶うんですよ。そうか。スーパードラゴンボールを使えば、未来の世界の父さんやごはんさんたちも生き返るんじゃ。さっき見た光景を俺の世界で見ることだって、スーパードラゴンボールなら。父さん、作戦が。こいつ、父さんを狙ってるのか。悟空さんをやらせるわけにはいかない。食い止めましょう、ごはんさん。全力で行くぞ。決しとばい。許さない。これで終わりだ。完全に消えてしまえ。許さない。まるで止まる気配がない。これで終わりだ。完全に消えてしまえ。その二人相手に考え込みながら戦うのはきついんじゃないか。どうしてお前たちがここに。まさか俺を助けに来たのか。何を驚いているんだ。今は同じチームじゃないか。それはまあ分からなくもないけどね。別の世界の私たちに世界をむちゃくちゃにされたんだから。何を悩んでいるんだか知らないが、そのままじゃ足をすくわれるぞ。俺たちがいることで余計お前の邪魔になるなら退散するな。いや、ここは頼りにさせてもらう。
話は終わったようだな。ならば全力で行かせてもらうぞ。どうした、ファイナルフラッシュ。ジャスティスクラッシュ。プライドトゥーパーズ。正義の力見せてやるぜ。ユナイテッドジャスティスストリーム。ジャスティス全力で俺の力よ。この世界の盾になれ。許さない。これで終わりだ。完全に消えてしまう。思ったよりもやるな、第七宇宙。だが、勝つのは我々第十一宇宙だ。第十宇宙。全選手脱落、全滅になります。従いまして第十宇宙消滅でございます。また一つ宇宙が。やっぱり慣れないね。宇宙が丸ごと一つ消滅するってのは。慣れる必要もないだろう。命が消えるのを見て何も思わない方がどうかしている。この世界の人造人間は家族を持ってその人たちを守るためにも戦っている。俺も今はただ母さんやブラみんなを守ることだけを考えて戦おう。ファイナルフラッシュ。終わりだよ。片手は落ちんぞ。第七宇宙十八号さん、第十一宇宙ディスポさん、脱落です。くっ、ここで私まで脱落するわけにはいかん。十八号、まったく、こんなところで脱落するとはね。後のことはあんたたちに任せるとするよ。ああ、任せてくれ18号。さて、俺は別の戦場に行くとするか。何を悩んでいたか知らないが、もう迷いは晴れたみたいだからな。17号、生き残ってくれよ17号。お前もな、トランクス。俺の邪魔をさせん。強さこそが正義だ。何をしているんだ。俺はご飯さんに教わった恩を返せず、ご飯さんに守られて、なのにまた守られて、気分の弱さを棚上げにして、未来、俺が怒るべき相手は俺が倒す。その程度の力で俺に勝てると思うな。
まったく騒がしい奴だ。おかげで起こされてしまったじゃないか。17個。おまけに無策で奴に突っ込むとはな。だがそうでもしないと正気も見えてこないか。俺がフォローしてやる。お前だ。俺は認めない。仲間などを信じて戦うお前たちなど、強さこそが正義だ。貴様らの信じている力なんぞ簡単に消え去るんだ。力はただ力だ。正義なんてものとは関係がない。力を持っていても間違った存在を俺は何人も見てきた。俺は俺の信じる正義を仲間たちと共に追い求める。それは貴様に力がないからだ。お前は父を、死を生き返らせる願いを身勝手だと言ったな。そう願えないのはお前が弱いからだ。俺は違う。俺は強さで過去すらも手に入れる。そうか、ジロー、お前はスーパードラゴンボールで勝てばかつてのように戻れると思ったのか。だとしたらなおさら負けるわけではいかない、ジロー。お前にだけは、ジロー、当たらんぞ。全力で行くぞ。すまなかったな、二人とも。任せっぱなしになっちまってよ。悟空さん、お前動けるのか。それはこっちのセリフだぞ。17号オラとトランクスで目に出る。おめえは援護を頼んだぞ。俺はお前に勝つ。負けたら全てを失う。俺は二度とあんな目に遭わぬ。だから、だからお前は俺と同じだ、ジレン。ほんの少し前の俺と。だからこそ負けられない。俺は俺を超えるんだ。この位置ならお前もどうしようもあるまい。17号、何を。やめろ、17号。ジレンさん脱落により第11宇宙消滅でございます。17号はバカ野郎、フォローするって言ったじゃないか。無茶をするのは俺なんじゃないのか。俺はもう誰も失いたくなかったのに。さて、残った戦士は3人のようですね。どうやらうまくいったか。17号、おめえ自爆したんじゃ。誰かさんたちほど俺は無鉄砲じゃないんでな。いざという時に備え身を隠していただけだ。なんだ、そんなに泣くほど優勝が嬉しかったのか。な、これはお前が。第七宇宙のお三方、願いは決まっていますか。
トランクス、未来のみんなを生き返らせてって思ったんならいつでも相談してくるよな。スーパードラゴンボールならまた1年後集めればいいんだから。ありがとうございます。でも禅王様や破壊神の怒りを買って宇宙を消滅させられたら大変ですから。それに今の俺はドラゴンボールに頼らず自分の力でこれからの未来を守りたいと思うんです。立派になったよな、トランクス。それに引き換え17号のやつ、トランクスの出発の日だってのに見送りにも来ないで。仕事なんだから仕方がないですよ。それじゃあ皆さん、お元気で。いつかまた必ず会いましょう。やらなければいけないんだ。俺が。せっかくならもう少しここにいたらどう？何を言う、ブルマ。だって寂しいじゃない。それにベジータ、あんただってトランクスとまだ修行したいんじゃないの？母さん、気持ちは嬉しい。それに父さんと修行をすればきっともっと強くなれる。父さん、しばらくの間俺に修行をつけてもらえませんか？何？俺は今よりももっと強くなりたいんです。自分の世界を守るために。覚悟はできているようだな。はい、どんな修行でもついていってみせます。ってことはトランクスがまだしばらくここにいるってことでいいのね？はい、迷惑でなければ。迷惑だなんてことはないわよ。ここはあんたの帰ってくる家でもあるんだから。母さん、ありが…俺は絶対もっと強くなってみせる。覚悟を見せてやる。まずは俺が相手だ。修行で少しは強くなったところを見せてみろ。はい、父さん。ファイナルフラッシュ！キャッバー！みんなの力を貸してくれ。どうした？ザマスやブラックと戦った時はこの程度の力ではなかったはずだ。自分の意志で怒りを爆発させてみせろ。己の限界を超えるパワーを引き出せ。
せてもらおう。まさかゴハンさんの師匠であるピッコロさんとこうして手合わせできるなんて。そういえば未来の世界のゴハンはお前の師匠だったな。せっかくの機会だ。ゴハンから教わった魔族の技を鍛え直して、本家本元の魔族の技で。どうした？行くぞ、みんな。最後は僕ですね。にしてもすごく強くなってますね、トランクさん。僕は学業に集中していた間もずっと修行を続けていたんだ。いいえ、俺なんかまだまだです。こんな機会めったにありません。全力のパワーでお願いします。ゴハンさん。はい。みんなの力を貸してくれ。ありがとうございます皆さん、俺との修行に付き合ってくださって。